やば。これは一番厳しいと言っても差し支えないデッキとマッチングしてしまった。今こそ命を燃やす時。さあベランジェールしっかりと引きましたけど、おっと貫通のやつローガンさん入ってますね。そうですね、マイティもちょっと持ってないんで編成できないんですけど、まあ、クリピーも僕は入れないですね。メイレーはあんまり入ってなさそうですけどね、どうですかね。めっちゃ貫通入ってるやん。相当視野にあれですね、やられてる系かな。まあまあまあいいでしょう、こういうメタデッキはねしょうがないんで。ウーシーさん、シェンメイのターンで、ベランジェル。ああ、まあ、多分前回は余裕でいきますね。アタッカー全部貫通の可能性もあるな、これ。ぽいっすね。さあ、そしたら、受け持ちぶち込んどきますか。あ、クンさんかな？立ち上がりました。そうですね、エンマネオいましたね。自分も若干忘れてたんですけど。対戦、ありました。さあ、すべて貫通していく男。一応、置けるバナだけ置いときますか。そして、アンドロイド、吉田さん、こんばんは、お久しぶりです。今ね、アレスデッキやってます。本日ね、無補正なんですけど、今日もアレスデッキやってます。さあ、ここで激鱗は入ってると。エンマ来たけど、まあ、とりあえず、こうしとくか。マントハゲさんこんばんは。お久しぶりです。グルタさんリクエスト。またお越しください。ムーさんもこんばんは。いつもアナウンス。一旦こんな感じにしときまして。さあ、ガラン来た。そして、佐藤修也さんもこんばんは。いつもアナウンス。さて、トゥールラ来たけど。白黒ピアさん、あれ僕目線は普通に見えてますよ。コメント。さあ、多分、ここ一発では死なないとは思うんすけど、まあ、さすがにトゥールラは取ってきて、あ、トゥールラ取らない。なるほど。ちょっと一発これいっとくか。コンボ使えるときにコンボ使っときまして、ツさんは、今日10日人種園使ってみたんですが、あー軽くちょっと足りない感じですか。まあオーラーゴマ引くとかしかないですよね。さあ、そしたらまあ回復はないかな。ここでランドシャークでも置いときます。いや待て、どこに置くこれ。トゥールラコンボ、まあこれでいいかな。トゥールラコンボ使ってはまあちょっと飛ばせなさそうっすよね。いやどうっすかね、さすがに自分の方が先に飛ばされちゃいそうっすけど。おお、まだ貫通してくる。これアレスどこで使う？まあここでアレス一応使っとくか。
を引き締めねえと。結構貫通は、まあ、いますね、全部含めれば。まあ、捕食貫通は少ないんですけど。さあ、どうなるんでしょうか。さあ、しっかり貫通されて。エンデガ君来た。これ3枚返したからな。微妙に使えねえんだよな。うん、まだ2枚返しの方がマシかな。あっと、ここで乱体引かれていく。いや、エンデガ使えないっすね、そもそも。HP 半分いってないんで。さすがにシェメ持ってたか。うん、しょうがないっすね、これは。OKOK。じゃあ気を取り直して次いきますか。